ったんだよね、2番さん。7番さん、転校お願いします。はい、7番です。お願いします。はい、じゃあ準備完了お願いします。はい、ルールテンプレです。うん。まあちょっと丁寧に言うと、まあチャットなしです。一切ね。聞こえる聞こえないはあり。で、死亡者からの生存者へのギフトもなしですかね。終わった後の先般探しなし。把握漏れ、占い師の、白出し先の把握漏れは、良しとします。くらいかな。質問ある方は準備から外して、聞いてください。じゃあ、なさそうなので、3秒以内に始めます。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、占い師です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。対象は人狼ではありません。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いしますね。そうだな、進行論。まあ、役とか、騎士がどうのこうのってのはね、占い師の方が説明すればいいかな。でも、霊能に関しては、もう自分、結構霊能に関していろいろ議論あると思うんですけど、釣り切りますね、もう。よっぽどなんか決めてる要素がない限り、やっぱもう釣り切りますね。1、2番面とかやったら、まあ、グレーから言ってもいいと思うんですけど、もう2、2とかやったらね、もう霊能に2段は使って、3日目の占い決め打ち、神釣ったら村の負けっていう進行でいいと思いますけどね。やっぱね、決め打った方が強靭やったら、もうそこ名は届かないんで、自分はそういう進行でいいかなと思いますけどね。はい、ぐらいですかね、進行論としては。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。1番さん何だめでしょう、ね。ってところ。はい、5番さん進行論ありがとうございますって感じですかね。うん。じゃあ、まず、役に関して触れます。騎士に関しては、まあ、基本的に、センスって感じかな。うん。騎士の動き方的な村の状況によって、騎士はちゃんと動けばいいと思っている。うん。占いに1章の3章に関しても、その時の盤面次第で動いてほしいって感じかな。はい。3章に関しては、まあ、基本的に3章、うん。まあ、全然あると思っている。うん。まあ、2章の場合、2番目の時は、まあ、グレーから、霊能からいろいろあると思うが、盤面で、よほど芯が決めてないのであれば、ロラってもいいと思うが、基本的には、そこも盤面したいって感じかな。うん。発言精査しっかりしていきたいと思っている。あと、単体精査もしっかり していきたいと思っている。うん。2周目考察伸ばします。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。6番さんが、1番さんにしろ。うん。まあ、6番さんの位置からだから、うん、強靭か人狼で白特攻したのか、うん。で、まあ普通に死んで白出たのか、うん。って感じなんだけど、うん、まだわかんない。1番さんの発言もまだ聞かないとね。うん。で、対抗がどこをまた白って別、言うのか。うん。で、ラインとかをまた見ていこうかなっていうのと、うん。で、5番さんに関しては、まあ2周目かな。うん。で、まあ、3仕様やったら基本釣り切り。うん、3、1番面とかで、まあ、黒出たらクロストでもいいとは思うんだけど。うん。で、クロストやって、グレー行って、また戻って、うん。PP 懸念考えてっていうのもあるけど、うん。まあ、盤面で次第かなって感じかな、そういう。その2、2番面とか3、1番面とかそういうのは。うん。って感じです。8番
のプレイヤーが発言します。おはようございます、占い師です。9番三段四郎ね、9番三段四郎で 3C をこの後なった場合はなんていうの、釣り切りで、うん、釣り切りでいこう。で、スラがあったら、スラがあった側から釣っていく、うん、スラがあった方から釣り切っていくよってことね。で、霊能が利子になっても釣り切り、俺は釣り切り、完全に決め打てない、脳みそ的にねってことで、この進行でいきたいかな。まあ、騎士はね、もう好きなように動いてもらっていいから、うん、自分で活躍してください。うん、頑張って村的になんか活躍してくれっていうくらいかな。うん、それぐらい。うん、で、何 ?5 番さんから始まって、6番さんはまあね、どっちかわからないけども、まあ、とりあえず一旦置いとく。一周終わってから考える、また。で、7番さんもね、そんなに発言ないし、まだ色落ちもしてない。ってことで、一周回ってまた考える。9番のプレイヤーが発言します。ごめんなさい、進行論、特に色落ちなし、5番さんね、色落ちなし、8番さん僕に白で、6番さんが1に白。6番さんの発言で気になったのは、発言精査していきたいと思う、単体精査もしていきたいと、なんかほぼ同じこと言ってるように聞こえたくらいかな。8番さんで気になったのは、3、4だったら釣り切ってくださいって、新占い師であんまり言わなさそうかなっていうところかな。8番さんの、んって思ったところは。7番さん何言ってたっけな、印象残んなかったな。でもなんか気になること言ってたんだよな。みんな誰か拾ってるしでしょ。7番さん、ちょっと不思議なこと言ってたんだよな。7番さんの言ってたことをちょっと、時間帯も時間帯なんで忘れたな。忘れちゃった。6、8、今若干、両方ともマイナス1ポイントだと思ってる。以上。1番のプレイヤーが発言します。あ、はい、一周目よろしくお願いします。CEO ございません。村人陣営です。結構場面整ってはきてるんですけど、6、8、正直、悪い意味でのフラットかなと思うんですけどね、どっちも。結構、8の騎士の動きについてもだいぶ雑やったんでね、好きにしてくれ、みたいな。5に関しては完全に2周目1やし、7-9やったら9番さんの方が印象良かったかな。ただ9番さんの言ってたその7の気になるって自分もちょっと拾えてないんですけど、すいませんね。はい。ちゃんと聞いてはいたんですけど、どのことかなって思いましたけどね。そうですね。まあまあ、盤面固まって釣り位置はこの位置なんで2周目は絶対上げますけども、占いに関してはちょっと悪い意味でフラット。グレーやったら9なら、の順で印象がいいって感じですかね、とりあえずは。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営、特に知らないです。うん、まあ占い師で言うと8番が2戦目に見えるから、うん、まあ一応フラットには見てるけど、うん、2周目の発言でしっかり、うん、発言聞いていこうかなってところ。うん。8番がね、なぜ2戦目に見てるかっていうと、うん。だって 3CO を宣言したんだよね。うん。3CO ってほとんどないんだよね。うん。ごく稀なんだよね、それって。うん。なぜ 3CO になる、なるのを分かってんのかなっていうところ。てさ、しかも、釣り切ってほしいって言ったでしょ。うん。名は全部使って、ローを勝たせたい強人かなって思ったけどね。普通にそう見えたけどね。うん。じゃあどこかな。3番のプレイヤーが発言します。まあ、ちゃんとした試合じゃなければ意味がないんだよ。負けたって、村が負けたって何も恐れることもないし、がっかりすることもないんだよ。2番がまともなこと言ってるね。6、8は占い師じゃないんだよ。6番、役について、センスに任せる。とか、具体的な内容じゃなくて全部抽象的。こんな占い師は占い師ありません。8番もそうですね。3CO? 釣り切って、うん。何か誰かが来るっていうのが分かるんですかね、8番さんは。ということで、8番の役に、騎士について好きなようにしろ。いや、まともなのはないし、霊能が 3CO になるんだから。うん、1周目で出てっていう、あと初日で出てっていうよね。初日は出て。で、騎士については、釣り切ながらない限り潜伏してじゃないの？うん。普通に 3CO になるんだから。うん。
6は抽象的すぎる。8は好きにしてくれ。うん。こんな役精査する占い師は偽物だから6と8を釣り切ればいい。2番は真っ白い誰よりも。以上。4番のプレイヤーが発言します。3番さんが線引きできたら3番さんからついたいかなと思ってますかね。なんか僕3と2の精査変だなって思います。2番さんってしかも8番にしか触れてないですよ、ほとんど。グレーの精査全くしてないような感じだったし、8が 3C を分かってたって言うんだけど、8目線分かんないですよね。8が何であれ。次出てくるか出てこないか。だから雑な黒い塗りだなって率直に感じましたかね。だって8目線6が真なのか何なのか分かんないわけで。はい。だからそれを想定していったっていうのは雑な黒い塗りだと思う。で、7番さん、気になったというよりは、56にヘイト変えたくない、本当に色を潜めたい狼なのかなって。はい、ただ、まあ、3が2をやたら白置きしていることで、3番さんが、まあ、3番さん出てくる話してもしょうがないんだけど、出てきてから、まあ、7ヘイト隠せる5番2周目だと思ってる。ちょ現状そう、2も視点おかしいと思ってるよ、それ。7と5番のプレイヤーが発言します。あ、は、これ8、平和村じゃないか。8番さんが例の一角。対抗以来ですか？例のもう一角ですよ、8番さんで。なんか、空がどうのこうので。ああ、4番さん。ああ、遅いな、4番さん。なんで出なかったんですか、その位置で。4番さんって1周目のその位置なんだから、出てもよかったでしょ。これ、8番、ああ、まあいいや、2、2番目ですね。はい、例のから。3が占いで、6が占い、2、2番面なんで、霊能からですね、これは。4から行きます。なんで4番さん出なかったんですか、その位置で。出てよかったでしょ。もう8神の、決め打ち進行でもいいぐらいですからね、これ。いや、普通に考えても出ていい位置でしょ、4番さん。なんで2周目の戦闘位置でちゃんと信用してるんですか、8番さんが霊能出した後。はい。だから、霊能からで読んでいくんですけど、自分はもう8神で決め打ちたいですかね。はい。8神に決め打って4つって、次グレー詰めたいかなと思ってるんですけどね、自分は。はい。なんで今日4、3、1、4です。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いしますってところで、まぁ、5番さんが指摘してくれた、まあゲーム進行、うん、今回に関しては、まあ例の、うん、4番さん、うん。4と8の、まあ、精査なんだけど、まあ、俺は、占い師だから、うん、3番さんがもう、格黒なんだけれども、3番さんの相方探しってとこになるんだよね。で、3番さんっていうのは、俺抽象的って言うけど、正直俺2番目で、まあ、持論と進行論、そして、役の、何、一応役としての、発言を俺は言ったつもりなんだけれども、3番さんっていうのは、ちょっと言葉の言い方的にはちょっと雑かなって思うんだけれども、そこは4番さんも指摘してくれたけれども。うん。ってところかな。って感じです。で、8番さんに関しては レーサーの理由を、まあ、一応ね、言ってほしいかなって感じですかね。うん、で、7番さんに関しては5、6に、まあ、村はやっぱちゃんと強気でね、どこどこが黒いとかちゃんと言ってほしいかなって感じですかね。それは多分5万3っていうのは、5万3じゃない、4万3っていうのは言ってたんだと思う。ヘイトを変えたくないって、そういう意味で多分言ってたと思う。4万3に関しては。ってとこかな。って感じですかね。で、なんかまあ一番触れてないのが、多分触れられて、一番白露位置なのが9番3だと思ってる。一番から、一番現状で白いって言われてることから、一番以降に9に触れたやつがいないからっていうところ。そこのケアもしておかなきゃいけないっていうのは村目線には言っとくってとこかな。はい、8の発言聞いてきよう。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。今日は霊能からでしょう。で、9番さん1番さんがなんか発言気になるって言ったけど、まあ2周目ちゃんと言ってほしいな。気になるならね。で、8はね、自らスラしたらそこから行きたいって言ってスラしてんだよね。どっちなんだろうって感じだよね。いや、わからんな。8強靭な可能性も全然あるけど、ただ4がね、4のターンで出てこなくても、5の時にすぐ言えばいいけど、レースラー、8がした後に、
うん、霊能って言ってるからね、4の強人も追えないこともないんだよね。発言聞かないと4、8は、うん、精査できないんだけど。なんだろうな、多分気になった点、クロスタがどうこうって言ったやつじゃないのかな。クロスト行って、うん、グレー行って、また、みたいな。うん、まあ、3しようじゃないから別に気にしなくていいとは思うんだけど。9番さん、8の城がなくなったから、まあ、グレーなんだけど、どうなんだろうな。まあ、とりあえず、今日は霊能からなんで。まあ、4、8の話聞いて、固めようかな。で、8は、うん、まあ、スラしたら、釣る、みたいな感じのこと言ってたのに、自ら、うん、言ったからね。それが謎だったな。で、3番さんが2を結構、なんか白いって言ってた後の潜伏で2白だったから、まあまあ、それは、うん、そうなのかってはあるけど。まあ、どうなんだろうね。3番さん見せる6が人外であれば、クロスどうこうっていう話も出てくるのかな。別に俺占ってくれてもいいけどね。8番のプレイヤーが発言します。2周目よろしくお願いします。3C を釣り切りって言ったのは、圧をかけるためです。普通に。で、5番さんの位置ですぐ俺が一番初めにレースらしてるんだよね。わざわざ人外で、レースラスすると思いますかっていう話。平和村にしようとしてやってるんだよ、これって。わからないかな。そういうこと。まあ、それが怪しいと捉えるんやったら、まあ、どっちでもいい。もう村の意向に従うよ、俺は。なんでもいいと思ってる。ただ、どうなんだろうね。とりあえず4番さんは強人で多分確定してると思うんだよね。ほぼ釣り切りだと思ってるから。まあでもワンチャンあるかなと思うけど、まあ一日残して占ってみるのもいいかもしれない。4番さんを、まあ、2人とも4番さん占って何色が出るかっていうのも楽しいかもしれないよ。でどうなんかな、誰が一番怪しいんやろか。でも占い師はどっちもどっちだから別に何とも思わないね。3番さんが言うのも最もだと思うし、ただ単に、一旦平和村になったんだよね、5番さんの位置で。俺がスラした時点でね。ってこと考えると、9番さんっていうのは俺に白打たれてるから、あ、俺が強人かと思って、なんだろう、潜伏したっていう説もあるかもしれないから、9番さんは盤面的に黒いかもしれないと思っている。盤面的にね。だから9行こうかな、じゃあ。9番。のプレイヤーが発言します。はい、48で言えばチャットを出るのは遅かったということで、やや8番さんが進化だと思って、今の発言聞くと、発言でいくと4番さんが、まあそうだな、3人にばかりです、ほぼ3番さんに関して触れる時間が長かったことから、それ以外の精査とかはまあ真っ当なんでね、3番さんがあの潜伏っぽい話をしてるから、まあ、出るの遅れるのも、3番さんのムーブが気になって、ってこともあんのかね。ちょっとわかんない。8番さんの発言は2周目は気になるよね。さすがに。なんだっけな。ん?まあ、グレーから行くっていう視点もそうだけど、もう一個なんか不思議なこと言ってた。いや、ダメだ、もう眠い。もう一個不思議なこと言ってたよ。ね、7番さんに関してはそう、クロスと。それ、三振用になってから言うのはいいけど、進行論で言うべきじゃないと思ったところが気になったってぐらいかな。進路論やられちゃうからねって、そういう進行論言っちゃうと。ぐらい。8番さんも、なんかもう一個おかしなこと言ってたよ。あ、忘れたな。霊能について。あ、今日、これが人外に見えますかって見えますよってことですね。強人で出てて、主人、ご主人釣りたくないからっていう。全然ありますよっていう感じかな。グレーでいくとどうかね。5番さん、霊能の考察以外落ちなかったけど、僕も人のこと言えないな。霊能のことばっかり話しちゃった。1番のプレイヤーが発言します。いやもう8番さんしっかりしてよ。もうあなたのこと新霊能って置いてるんですから私。4を残して4を占ってもらうだろう。今日9から行くとか、もうわけわからんことばっかり言わんといてくださいよ、8番さん。もう死んで置いてんすから、自分はあなたを。もう、まあ、さすがに今のもうやばい発言でしたけど、死んでおきますよ。8が本物で4が偽の理由言いますね。4ってのはその最終位置で、
潜伏して、で、5の戦闘位置でチャット使用する意味ってないでしょ、もうほとんど。普通に考えて8がスラしたから、あ、やべと思って出てきた強人やと思いますけどね。うん。だって4が新霊能やったら、もうその位置で普通に、もう最終位置なんやから、口頭使用したらいいんですよ、霊能ですって言って。せずに、で、3が占い出てますけど、3が占いで出る前に8がスラして、8は平和村作ってるんですよ。結果的に、まあ、3が後から出てきて、平和村ではないけども。8が神河やったら降りないですよ、普通に。うん。だからもう4釣って8神進行でいいんですけども、8番さんもちょっとやばかったですよ、今の。4残して4を占ってもらうとか、9行きたいとか。これ神河なのか、シンプルにちょっと。ああ、なんでもないです。はい。うん。今日4釣りますけども、8番さんしっかりしてくださいよ。びっくりしました、もう。うん、4、8目線4神河確定やで、占うも何もいらないですよ。脳死で釣り切ったらいいんですよ。で占いに関しては3、6。まあ、3番さんの潜伏した理由もわからんでもないですけどね、正直。3、6はフラットやけども、もう、4、8やったらもう8決め打ちますわ、自分。うん、4番さんなんで出なかったか言ってくださいね。以上。2番のプレイヤーが発言します。うん、もう8決め打つよ。うん、4番釣るね。うん。で、8番ね、本当にね、1番の言う通りね、8番さんね、死んで見てんだからさ、もう、4番占ってとかわっきわかんないこと言わないで、あなた色見れるんだから。うん。で、その色を落とせばいいんだから。うん。うん。4を残して、まあ、4、ね、あなた目線強靭かもしれないけど、うん。うん、それであえて置いて黒を落とそうとしたのはわかるけどさ。うん、まあ、盤面的に9は黒いかもしれないけど、うん。それはあなた目線。うん、村目線わかんないの。うん、確かにね。8が強靭で、9が黒で、あ、囲われた強靭だ、8番強靭だと思ったのかもしれないけど、うん。いやー、まあ普通に8番が真でしょう。うん。うん、強靭だったらな、もう全然届かねえわってところね。うん。まあ、俺が言うのもあれだけど、今日全然クロスしなくてもいいと思うよ。うん、一番も今の発言的にはもう白でしょ。うん。まあ全然ね、隠し色作れると思うんだったら、クロスしても全然いいとは思うけど、うん。今日絶対4だからね。うん。まあ、4からいくわ。以上。3番のプレイヤーが発言します。うん。そうだね。例の話に夢中になってるけど、6番をシンと見る人いるの？あ、すまんすまん。俺、グレー生産もしないし、役についても触れないだったね。あ、ごめんごめん。あ、ついつい触れちゃったけど。あ、女性、プレイヤーのことも言えばよかったかな。もっと神明落とせばよかった。ごめんごめん。もうそのつもりだったけど、つい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 さ、思ったことの口に出だって出だった俺が死んだから。6番1周目から、センスに任せる、場面に応じて、具体例がないんだよ。霊能は初日に出るとか、一周目二周目に出るとか。もうそれは言ったよね、騎士についても。うん、それは信じゃありません。しかも皆さん、グレセスは聞きました ?9 番のことしか話してないよ。うん。冒頭の7と2について全然触れないっていう。スーパー占い師だね。うん。みんな6番死んと思ってんだ。すごい。人狼殺、何ヶ月やってんの？うん。俺は意図的にグレセスはしないけど。うん。6番みたいに頑張ってるさ、神外さん、狼なのかな？狼さんは、もっと頑張ってグレセスはしなきゃダメだよ。うん。俺にね、遊ばせてよ。うん。女性プレイヤー可愛いとかさ、グレセスはしませんとかさ、役について触れませんとかさ。ああ、2番については潜伏。あれだね、伏線張ったよ。小学生でもわかる。あ、6番さん、ごめんね。伏線張るやつはもう 95% オーバーで死んだから。うん。ごめんごめん。だって人外やらないでしょ、そんな遠回しに。あ、潜伏？あ、ごめんごめん、これ。怪しまれるためにやってんだよ、本来。うん。ムラリだ、取るためじゃないんだよ。ムラリを出さないためにやってんだよ。うん。だって俺人外はできないでしょ、6番さん。うん。4番釣ればいいんじゃない？以上。4番のプレイヤーが発言します。いや、ちょっと、マジ、ちゃんと聞いてくださいね、僕、真なんで。いや、5番の時に出たのって、3番が明らかに潜伏みたいな発言したから、潜伏かなって今追ってったんですよ、直近の話だから。
で、あの盤面、ただ3番が潜伏じゃなければ2しようですよね。その場合って5番の時に出て、狂人が、人狼か、まあ、狂人が出た場合に、僕はまあ修行するってことになる。でも、僕が出なければ出ないですよね。だから遅らせ出ようと思ったんですよ。僕がこの盤面で出たら、ああ、出たな、霊能って思って出るでしょ。ただまあ、ちょっと3番のその潜伏がどうなって頭いっぱいで遅れちゃったのは申し訳ない。あの、レースラって書いてあること自体も5番の発言から引き取ったんで、占い潜伏にしろどういうことかなって考えてました。で、まあ、3が偽だった場合って2はないですね、相方、多分。あそこ前に言う、まあ、結果的に新占いやった場合、2白刺さってから伏線張ったっていうのはその通りかもしれないですけど、はい。まあ正直ちょっとでも2番さんと7番さんが村だったら負けかなっては思ってますね。考察の感じを聞く限り。なんで頑張ってほしい。1村置きは早いですよ。1が人狼だったらもうこれ負けにストレートですからね。もうちょっとちゃんと考えた方がいいです。霊能精査はわかるんだけど。5番さんは、あの、一応4を、8を死んで決め打つっていう発言しかしてなかったけど。まあ発言の仕方的にやっぱり期待はできないのに27だなって思ってます。頑張ってください。8番言ってくださいよ。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移り、その疑いにはどんな根拠があるのか。私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番、4番の遺言を発表してください。いやー、まあちょっともう一回言いますよ。あのね、この盤面でなんでここへ出なかったのとか、このなんか言う人多いんですけど、人狼殺2って。いや、あの盤面、2仕様だった場合って、5の時に一斉能で出た方が良くないですか？まあ、一斉能っていう進行は取ってなかったから、5の時に出た方がいいですよ。明らかに、だって狂人が、まあ、ほぼ狂人が出てきちゃうからね、僕の時に出た時って。ああ、4番じゃ潰しとこうって思われたなら出てくる。だから僕はすごい、あの発言で、ここで、これ今後の課題で考えておいてください、みんな。僕がここで霊能で CO しますよね。で、僕が、まあ、例えばめちゃめちゃ考察そこで伸ばせました。そしたら、狂人って、じゃあ一緒に釣られに来ようと思って出てきますよ。だから考察しがいがないんですよね。僕の位置で出たら。まあ、ちょっと申し訳ない。あの、遅れたのは本当遅れてるから、チャット。本当、潜伏気になって出てこれなかったですね。霊能ちゃんと押せなかった。ごめんね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。占い師の方は、夜のアクションを行ってください。うん、いや、めんどくせえ。俺の占い今日はずれてると思うわ。フードが意地かまれんじゃねえっていう予測の世界で。とか1、7とか5からなった方がよくね。とか1って。占った対象は人狼ではありません。うん、7とか5とか占った方がよくね。2日あるならっていう店舗。これ7かまれたらこれね、すごいと思うわ。すごいと思うわ。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。ちょっとこれ2隠しろです。はい。サンバさんはなんで1を占わなかったのかってところかな。で、もう俺サンバさんに、めっちゃ言われるんだけど、サンバさんっていうのは、1日目も2日目も全く同じことしか言ってない。センス、抽象で叩いてる。うん、他に叩ける要素ないんですかってところ。うん。サンバさんが俺に叩いてるってみんな聞いてると思うけど、抽象的センス。うん。どれも中途半端。うん。しか言ってないけど、俺ちゃんと言ってるけどね。ってところ。うん。叩く要素がなさすぎて、そういうとこでしか、叩けない人狼さんなのかなっていうふうにシンプルに思っちゃうけどねってところ。で、サンバさんに関しては潜伏リーも全然言ってなかったけどね。うん。ってところ。あと、7番さん占った理由ちゃんと言ってくださいってとこかな。うん。ってところかな。はい。今日も占いですよ。うん。3言ってくださいね。ちゃんと。ってところ。うん。
そうだね。万一に、ここでミスったら PP も全然あるんでね。ってところ。まあ、4番さんでね、大抵落ちてるとは思うが、落ちないことのケアも考えなければいけないってとこかな。はい。ってところ。はい、今日3番さん行ってください。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。もういますね。俺、騎士です、騎士。うん、昨日8な、守ってないですね。うん。8、まあ、強靭か分かんなかったんだよね。まあ、霊能一応スラしたから、まあ、自分からスラ懸念考えてでスラしたことによって、うん。一応ね、一応3守ったんよね。うん。その理由としては、その6強靭かローで、まあ、1囲われて、3のクロスできないかなって思ったからね。うん。ただ3守っただけ。うん。ただ3はね、1行かずに俺を占ってる。うん。まあ、俺騎士だから白なんだけども、うん。でもね、3がローなら3級ラインだよね。うん。6がローだったら、6がローだったら、まあ、1、6か1級なんだけど、6ローで初日 1? 囲うわけないなっていうので、うん。まあ、今日占いどっちか行って、俺が8守れば、まあ、黒出るでしょ。黒か白出るでしょ。うん。だからそれでいけると思うんだけどな。5強陣はないのか。うん。48強陣だから。うん。普通に2ウルフ残ってるなら、占いからね、行くべきなんだけど、なんで3は一応行かなかったのかなっていうのはちょっと謎だったな。まあ3目線も、1級、どっちかにラストウルフいるって感じじゃないのかな。うん。まあ、今日占いから行ってもいいんだけども、うん、一応もう白って3が奥なら9から行ってもいいんだけど、別にね、うん、占いからかなって感じだよね。8番のプレイヤーが発言します。2日目お願いします。いや、俺目線的には、普通に考えて9番さんから落としたら確実に1路釣れるんじゃないかなと思ってるけど。1、2番さんで、俺の状況が発言がおかしかったとしても、それほどに盤面が有利だったのにもかかわらず、俺をおかしいって言って釣り押そうとしてるのかわからんけど、偽だ、偽だっていうモーションが強かったんじゃないかな、9番さんってやっぱり。どう思うかな。はじめ、初日囲いがなかなかないっていうのと、まあ、なんていうの、クロス占いも大体セオリー的に行われる盤面が多いところで、初日学校へするのかっていうところもあって、そう考えたら7番さんおかしかったけど騎士なんでしょ。うん。だから言ったら9番さん落としてからの明日7-1大体でね、3、6番さんが占ったらパンダとかいろいろ出るんじゃないかな。俺は9番さん行きたい。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、3番さんの言葉を借りるなら、もう 95% 以上3番さんが白だと思ってるね。やっぱり1周目からして、いや、3番さんの言う通りだけど、潜伏で、に真っ白っつって、あの出方で狼が追えないのと、4-8でさすがに新居だと思ってる。4番さんの巨人が上がってると思ってるけどね。思ってるけど、8番さんも絶対ローはないね。3番さんが潜伏してるのはまず分かりきってたから、8番さんあって今日。3-4になって、ご主人様にどっちか釣り押すの嫌だから、分かんないからね、8番さんが今日の場合。で、降りた強靭っていうのがマックスだから、8番さんのローはない。3、6ローローの時、3番さんがローであのムーブができるとは思えない。ムラリを出さない。ただワンチャンね、1、6ローローが本線にはなるんだけど、7番さんが5番の紙の1点乗っ取りがあったかどうかってことになるんだけど、これもなかなか追えないんだよ。結構確率の低い破綻っていうかね、騎士かぶりが出てくるから、もうほぼ 95% 以上かなと思ってる3番のシーンが。8番さんのそうそう、1個拾えなかったけど、4番さんが占い位置ってもう強アピでしかないんだよ。発言は強アピでしかない。僕に黒をまだ打たれてないことから、まあ情報ちょっと乏しくて、8番さんから行きたいっていうのは村の進行かなと思ったけど、僕は気持ち的には6番に行きたいと思ってる。1番のプレイヤーが発言します。
カングレなのって9番さんあなただけなんですけど、カングレってのは完全グレーの略。うん。3が1を占ってれば、1、2、隠しろ、7、騎士でも、9が誰目線でも人狼確定やったけど、まあ3が7占って自分がまだ片白のまんまなんですけど、6が3になんで7占ったんやって。なんでクロスしなかったって。3が俺を占っても白としか出ないから、他のとこ占ったんちゃうんすか？そうでしょ、3番さん。どうせ1なんか占っても白しか出ないから、他のとこ行って黒を見つけたかったって、それだけでしょ、3番さんが、あの7占ったりって。で、9目線、6が偽なんやったら、ラストウルフ俺しかおらんねえで、1、6、ローローって強く言い切ればいいじゃないですか、9番さん。3死んでおるんですよね。6偽なんですよね。じゃあ1、6、ローロー確定じゃないですか、9目線。1、6、ローローなんやね、6、1の順で釣ってください。これで村勝ちですって、9は言わんとダメやのに、6言ってくださいって言って、俺に全然触ってこないんですけど。うん。だってもう9目線、6偽なんやったらもう、ラストウルフ1確定じゃないですか。もう他全員役なんで、2隠しりゃし。うん。あと、8を強靭で追ったりしてるのはあなただけですよ。もうみんなね、8を死んで決め打ってるんで、8はもう残します、ね。だから、3が人狼なら3級ローロー、6が人狼でも6級ローローになるんですよ。だから今日9行きましょう、カングレの。9で、1ロー落ちるんで、絶対。で、明日占い決め打ち。うん。だから9落として、3が俺占って、俺隠しろになるんで、それで。もういいでしょ、9釣り。2番。のプレイヤーが発言します。うん。もう1がローだったら届かねえわ。うん。6級ローローしか追えねえわ。うん。まあ。3、7ね。あのムーブ俺的にはね、騎士だと思ってたんだけど、ほんまに騎士だったのね。うん。7は騎士っぽいなと思ったんだけどね。うん。発言的になんか騎士っぽかったから、これもこいつもローだったら追えねえなって思ってたんだけど、うわぁ、サンバさん7番占ったか。いやぁ、やっぱ9番占ってほしかったかなってとこかな。うん。ってなると、俺目線は、まあ、囲いも追わなきゃいけないんだよね。うん。6口の囲い。まあ、初日の囲いはねえか。ないかな。うん。もう1がローだったんで、届かねえわ。うん。ってなると、うん。3、1ローローだったら、もっと怖いってとこかな。うん。うん。3、1ローロー。はねえな。うん。片白だし。うん。普通に今日9から行こうかな。うん、9から行こう。はい、9から行く。以上。3番のプレイヤーが発言します。うん、あ、6から行ってくれればあれなんだけど、9か1だよ。9番か1番は見た目上、騎士に思われるでしょ。じゃあなんで噛まれてねえんだってことなんだ。なんで5番なんだよってこと。あの7番、うん。そのプレイヤーは先輩レベルだってことだから覚えとけ。うん。人にわざわざ占わせて。占ってもいいとか言ったり。うん。あなた占うでしょ。普通の占い師。うん。7と5占うでしょ。9と1は噛まれてなかったらおかしいんだから。うん。クロス占いする必要すらないでしょ。うん。1が白っぽく見えてる。2番の言う通り。占う意味ないでしょ。うん。で、9も紙が入ってなかったらおかしいでしょ。5と7しかないでしょ。占うところは。うん。と思って7を占ったら5が噛まれてたってだけの話ね。わかる？うん。偽物がどうして7番に喧嘩売るの？うん。死んだから売ってんだよ。説教してんだよ。あなたの結局プレイで結局占う羽目になってんだよ。自分が騎士で占い師からハードル落として。占ってくれって言って占わせて。自分が、俺が占って文句を言うな。うん。真の占い師に占わせた最低のプレイしましたってまず言わなきゃいけないよ。うん。6釣りだ。あ、9でもいいけど、1だった場合には終わるよ。このゲーム。9でやればいいんだけど。俺は6に入れる。9か1か分かんない。占わないと。ただ6だけは、絶対偽は分かってるから。うん。ほんと。無駄占いさせた上でなんで占った？いや、占うでしょ、あなたを。うん。ほんと疲れる。覚えとけ。説教できるってことが真なんだよ。わ、当たり前だろ。真の占い師怒るに決まってんだろ。7のプレイは。全プレイヤーの発
私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。はい、お願いします。ってところで、あーなるほどね。じゃあこれもあれか、3級かな、3級だろうか。あー終わった。8が強靭だったらないとは思うけども PP かな。いやーマジか。いやー村負けですねこれ。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけて、占い師の方は夜のアクションを行ってください。黒じゃねこれ。まあ、エッジ白でってみるか。黒っぽいんだけどな。なんで石噛まれてねえんだ。占った対象は人狼ではありません。よし、あった。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番8番のプレイヤーが発言します。はい、6番さん黒でした。でってことはもう1白なんでしょ。はい、お疲れ様です。9番のプレイヤーが発言します。はい、5神の勝負が良くなかったですね。それと7番その騎士が痛いところで出てきたってところですね。あーごめんなさい6番さん、本当申し訳ない。まあ騎士出たところは痛かったね本当。あとはなんだろうな、8番さんがスラするかどうかが分からなかったから、新ロールが崩れちゃった。新ロールをやろうと思って、8番さんが、スラする人かどうかが分からなかったから。いや、5番さんが、考察、脅威神です。僕の中では脅威神。僕は1噛みましょうって思ったんだけど、5もあんじゃねっていう話になって、確かに5は嗅覚鋭いから、カウントカウント結局6級の匂いを嗅ぎつけるだろうなって思っちゃった。はい。1番のプレイヤーが発言します。8番さんって新霊能ですよね。強靭じゃないですよね。やっぱ、霊能決め打ちって強いですよね。縄一本節約できるんで。やっぱ霊、真ですよね。人狼がゲーム終了。村人陣営の勝利です。いやー、キューバンさん申し訳ない。